待てよ。あ？怒られる覚悟はできてきて、行くぜ。来やがれ。来ねえのか。やろうぜ。どうした？寝てるな。ない気分だぜ。なったよ、こいつ。
強すぎる。おめえらが募金詐欺の元締めだろ。あの子はもう抜けさせてやれ。もう十分甘い汁吸ったんだろ。これ以上まだやるってんだら容赦しねえ。ま、わかりました。もうしません。勘弁してください。無事か、キアナちゃん。はい、助けていただいてありがとうございます。礼ならこいつに言ってやりな。体張って必死にあんたを守ろうとしたんだ。ありがとうございました、沢井さん。私なんかのために。キアナさん、無事でよかった。あの、沢井さん、今まで騙していてごめんなさい。実は寄付なんて全部嘘だったんです。私、小さい頃に親が借金を残していなくなってしまって、困り果ててた頃にあの人たちと出会ったんです。人助けをしながらお金も稼げる仕事があるって聞いて飛びついてしまって。バカですよね、そんな仕事あるわけないのに。蓋を開けてみたら観光客から寄付を募る詐欺でした。引き返すこともできず、嘘の寄付を募る毎日。どれだけお金を集めても私の取り分は利子を返せる程度でした。最初は心が苦しかったはずなのに、だんだん何も感じなくなっていった。幸せのない真っ暗な毎日に慣れていったんです。それからたくさんの人を騙しました。あなたも。でもそんな最低な私に優しくしてくれた人が一人だけいたんです。その人はこんな私に毎日優しい言葉をかけてくれて、雨が降ったら傘までくれて、自分は濡れながら走っていくような人。あなたです、沢井さん。キアナさん、私は優しくされる資格のない最低の人間です。だから優しくしてもらったのは本当に久しぶりのことで、本当に嬉しかった。でもそれよりも本当に苦しかった。苦しい？こんなに優しくて素敵な人を騙していること、騙されていることはきっと分かっているのに、それでも自分に笑ってくれる人を裏切り続けること。あなたが優しくしてくれるたびに罪悪感のナイフが私を切りつけるんです。本当はあなたの笑顔を見て素直に笑い返せるような自分になりたい。でもなれない。後ろめたくて辛くて、これ以上自分もあなたも傷つけたくなくて、あなたから逃げたんです。でもその結果こんな危険なことに巻き込んでしまった。本当にごめんなさい。泣かないでください、キアナさん。僕はそんなあなたの顔が見たくてここに来たんじゃないんです。それに僕はあなたに傷つけられてもいない。僕はむしろあなたに感謝しているんです。どうして？私はあなたを騙してひどいことを。詐欺目的だったのかもしれないけど、あなたは僕に優しくしてくれたじゃないですか。僕も日本で仕事がうまくいかなくて、ずっとバカにされてコケにされて、優しくされたことなんて最近全然なかった。
こんな役立たずな僕はもう生きてる意味なんてないんじゃないか。毎日そう思っていました。そんな現実が嫌で僕はハワイに逃げてきたんです。そんな時、春日さんやあなたが僕に優しくしてくれた。ホテルが分からなくて途方に暮れている僕に寄り添って助けてくれた。こんな僕のために誰かが優しくしてくれる。二人ともそれだけって思ってるでしょうけど、それだけのことでどれだけ心が救われたことか。サワイ、詐欺はもちろんいけないことです。でも僕はそれでもあなたに優しくしてもらえて本当に嬉しかった。ありがとう、キアナさん。だから僕のことなんかで苦しまないで、いつもの素敵な笑顔を見せてください。沢井さん、いろいろありがとうございました、春日さん。ありがとうございました。気にすんな。それより二人はこれからどうするんだ。私はまずは自分の犯した罪をしっかりと償おうと思います。後ろめたさのない胸を張れる状態でしっかりと沢井さんに向き合いたいですから。そうか。罪を償い終えたらもう後ろ暗い生き方はやめて、ちゃんとお金を稼いで借金を返していこうと思います。僕と二人でね。はい。おいおい、もう熱々かよ。勘弁してくれよな。すみません。でも僕本気です。キアナさんと一緒に生きていきたいと思っています。一緒に働いて借金を返して、ここで素朴でもいい、穏やかに優しいままで二人でずっと暮らしていけたらなってちょっと急な話ですけど心からそう思っています。おかしいですかね。いや、いいんじゃねえか。人の恋路をとやかく言うような趣味はねえし、応援するぜ。何より最初に会った時は死にそうな顔をしていたおめえが今は生き生きしてる。それが答えかもしれねえな。キアナだけじゃねえ、おめえも笑顔の方がいいよ。笑顔が一番成果って言うだろう。知らねえか。それは全然知らないですけど。とにかく春日さんには本当にお世話になりました。これはお礼です。本当にありがとうございました。それでは。どう、お幸せに。頑張れよ。困ったの。どうしましたか。僕たちにできることがあれば。ありがとう。実はビーチサイドとかなんとかいうホテルに行きたいんじゃが。もしかしてホテルシーサイドじゃないですか。私たちの思い出のホテルなんです。案内しますよ。おお、そこじゃ。どうもありがとう。優しいカップルさんだね。誰かに優しくして欲しかった優しいやつらか。境遇は違えど二人は似ているのかもしれねえな。いつまでも優しいおめえらのままでいてくれよ。